絶対に恥ずかしがらないぞと思って、ファンとして気持ち悪いと思われたら嫌だと思って、最初ねスバル先輩に会った瞬間は頑張ってても、スバル先輩のお家に入った瞬間になんか、え、これスバル先輩のお家って考えたら、あの目が見れなくなっちゃって、お家に入った瞬間になんか、団長悪いことしてると思って背徳感で全然目が合わなくなっちゃって、で開始10分前とかにさ配信設定してさ座るじゃん、いつ座った瞬間からもう何も喋れんくなっていや本当に、まああんな感じの配信になって、いやマジでねやばかった本当に。そうファンがねなんかみんな勘違いしとるけど、これはねあくまでも恋愛感情ってよりもみんなもあると思う、推しに合うんだよ。それこそ配信とかねよく見てたり、いやもうすんごい憧れのね推しが目の前にいて、しかも今隣にいてなんか配信するってなったら、え、めっちゃ緊張するね、目合わせられないじゃん。多分推しがいる人には共感してもらえる配信になったのかなって思います。そうなんかさ、いや本当に緊張しちゃった。団長さんほらスバル先輩と握手しようみたいな、あのこれからは一緒にねもっともっと仲良くなっていこうって言ってさ手握った時にさマジで気持ち悪いかもしれんけど、そう本当オタクちゃんが出ちゃって、なんか団長緊張しててさめっちゃポカポカしてたんだけど、スバル先輩ね普通の体温ぐらいだったから、その対比でちょっとあひんやり、あ細いみたいな、あキャシャってねえ本当にこれ握手会だったらさもう何も喋れず、あ細いって言って剥がされる人だよ周りのさ警備員の人ペペペペって剥がされていく人、もう言えないんだよね。でももうあ押してますとか、いつも応援してます大好きですとか言えない、もう細いって言って細いって言って剥がされていく、いやマジでやばかった本当に。なんかね、じゃあもう今日これで握手してこれからよろしくね、そうで仲良くしてくれますか。もうそんな深刻に聞かないでもちろんだよもちろんだよ、うん、よし、はいはい、うわーうわーうわーなんだよ、細い細いじゃねえんだよ、おめえも細いだろよろしくね。よろしく。うん。よろしく。